はようございます。5月17日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずはアイコンで確認していきましょう。関東から西のエリアでは天気が回復し日差しが届くところが多くなります。ただ前線の影響を受ける種子島、屋久島、奄美方面、こちらでは強まる雨や雷雨に注意が必要です。道路冠水や河川の増水などにお気をつけください。また北日本でしたり北陸、こちらでは雲が広がりすっきりしない空、雨が降ることがあります。外出されるという方は折りたたみの傘があると安心です。気温を見ていきますと、晴れるところを中心に昨日よりも大幅に気温が上がる予想です。昼間は暑さ感じられそうです。25度を超える夏日となるところも多くなりますし、内陸部では30度を超える真夏日予想となっているところもあります。暑さ対策、紫外線対策しっかりと行いましょう。一方北海道ではひんやりとするところが多く、特にオホーツク海側、こちらでは季節が戻ったような寒さとなりそうです。暖かくしてお過ごしください。さあそして熱中症予報も確認していきましょう。今日の熱中症予報はこのようになっております。厳重警戒となっているのが那覇、そして九州から東北、仙台にかけては注意となっているところも多く、高知や名古屋では警戒レベルとなっています。今日は少し湿度も高いですから熱中症対策しっかりと行ってください。以上全国のお天気をお伝えしました。